ミュージックアーズレンズの林です。今回ご紹介するのは今使っておりますポーランドアイラシリーズ VT4 ボーカルエフェクターです。全モデル VT3 からパワーアップして新登場、ツアー開始と同時にものすごい勢いで売れています。どこが変わったのか、何が魅力なのか、早速ご紹介していきたいと思います。側面など見ていきましょう。前面ですね、こちらは、ヘッドホンなどを挿して、モニターするときに使って、でこちらはプラグインの、こちらの形状の、マイクですね。そちらの入力はこちらから行います。でこちらはラインアウト、モノアウトの切り替えで、こちらは、ファンタム電源ですね、ファンタム、こちらのマイクインファンタム使う場合はコンデンサーマイクなど使う場合はこちらオンにしていただいて、でこちら後ろ側は電源オンオフで、こちらは USB の差し込み口で、オーディオインターフェースとして使えますので、ドライバーを入れればパソコンで再生した音声を、VT4 から鳴らしたり、エフェクトをかけたマイクの音をパソコンで録音することもできます。ループバックに対応しているので、ニコ生、ツイキャス、ゲーム実況などのネット配信にも使えます。で隣はミディ、こちらはマイクイン、フォン端子、キャノン端子どちらもいける、共用のコンボジャックになってます。でこちらがラインアウト、モノで出したり LR で出したりで、こちらはバイパスしたエフェクトのかかってない音声、エフェクトのかかった音声別々に出力することもできます。はい、セットアップが完了しました。操作パネルを見ていきましょう。エフェクトはロボット、メガホン、ボコーダー、ハーモニーに加えてダイヤル式のオートピッチ、4本のスライダーが左からピッチ、フォルマント、リバーブで、こちらがバランスですね。シーンのメモリーがありましてバイパス。 VT3 と比べて、今までなかった右上のキーがあります。こちらも後で説明します。シーンメモリーも3つから、4つに増えました。ここがかなり肝になってきます。 VT3 は中央のダイヤルでエフェクトを切り替えでしたが、今回はオートピッチになりました。あれ、エフェクト減ったんじゃないかって初めは思ったのですが、 VT3 はスライダーを除いて9つ、1,2,3,4,5 5つしかないぞと。でもエフェクトはボタンをただ押すのではなく、1,2,3,4を押すことで、ロボットだったらロボットのバリエーションが4つあります。バリエーションが各ボタンにつき4つあって、で合計で20あります。ロボットです。ロボット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 。オクターブマイナス1プラス1、フィードバック、フィードバック、メガホン、普通のメガホン、 VT4 にもあったラジオです。ラジオ DDD コーラス、コーラス、コーラスです。ストロボ、ストロボー、ボコーダー、ボコーダー、また、あとでハーモニー、ハーモニー、あー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 、ダイヤル式のオートピッチ、あー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 、かかり具合が、設定できるようになりました。リバーブ、リバーブ、普通のリバーブ、エコー、エコー、エコー、テンポディレイ、ダブルエコー、エコー。こちらはエフェクトのバイパス、すぐに切り替えができます。バイパスです。そして忘れておりました、右上のキーですが、ロボットボタンやオートピッチつまみで効果をかけるときのキーの設定をすることができます。ロボットだったらあー
う感じにキーを変えることができます。いい感じに、できたらそのままの状態をメモリー長押しで保存が簡単にできるので、違うところに行ってもまた同じエフェクトを保存したエフェクトにすぐ切り替えることができます。いくつかのエフェクトのパターンを作って切り替えとかバイパスを駆使すればライブパフォーマンスにもかなり使えます。いかがだったでしょうか。ローランドアイラシリーズ VT4 VT3 がさらに進化してパフォーマンスに使えるのはもちろん、ネット配信のトイ道具的使い方もできる面白い使える一台となっておりました。シンプルなところしかご紹介しておりませんが、他にも細かなローパスの設定などのコマンドもあるので、ぜひご購入の際はいろんなエフェクトと組み合わせて楽しんでみてください。今回ご紹介した VT4 の商品ページ詳細ブログなどは概要欄にリンク載っておりますので、合わせてチェックお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。せっかくせっかくなのでミディキーボードを用意して、ちょっとミディで弾いてみたいと思います。ミュージックハウスブレーオーケー。